こんにちは、ミニマリストのぞみです。このチャンネルではミニマリスト歴7年の私が物や家事を最低限にして自由に使える時間を最大化するコツを発信しています。今日は服が少ないメリット7選についてお話ししていきます。よろしくお願いします。私が服を少なくしている理由はメリットしかないからです。そのメリットは7点あると思っていて、1点目は服を悩む時間がゼロになるというところです。毎朝起きてトップスを選んで、そのトップスに似合うパンツかスカートを選んでっていう風にやっていると、意外と時間を取るのかなと思っていて、1日5分くらいそれで悩んでいるとして、1週間で35分も悩んでるっていう時間になってくると思うんですよね。服が決まっていれば迷わずそれを手にできるので、服を選ぶのにかかる時間はゼロになります。もちろん服を選ぶことが楽しいという方もいらっしゃると思うので、人それぞれかなとも思いますが、私はとにかく自分にとっては優先度の低い時間を削りたいので、着る服が決まっていることはかなり合理的だと思っています。続いて服が少ないメリット、2点目は決断の数を減らすことができるという点です。1点目と関わってくるんですけれども、具体的にどういうことかというと、人が1日にいろいろな物事に対して判断できる数、決断する数というのは決まっているらしいんですね。他のものにも言えるんですけれども、服が多いと迷ってしまって決断することが大変になります。それならより優先度の高いことに判断のエネルギーを使いたいなと私は思っています。服が少ないメリット3点目はお気に入りの服を毎日着られる点です。一軍の服という言い方をよくすると思うんですけれども、私は1着のワンピースがすごく気に入っているものなので、毎日着ていて気分がいいです。セルフイメージも上がるんじゃないかなと思っています。服が少ないメリット4点目は自分の服が一目で何があるか分かる点です。私はちょっと極端に少ないかもしれないんですけれども、1年間の服が全てハンガーにかけてクローゼットに保管できるくらいの量であれば、どんな服があるのか常に把握できるので、自分の好みが分かりやすいですし、同じものを買うこともないと思うので、無駄な買い物をしなくて済むのではないかと思います。続いて服が少ないメリット5点目はメンテナンス時間も少なくなる点です。服が多いとその分維持管理する時間も増えてしまいます。物が増えると空間、時間もなくなるんですよね。例えば冬に着るコートなどシーズンものは量が多いほどクリーニングとかに出して取りに行ってっていう時間とか手間もかかってきてしまうかと思います。少し観点は変わりますが、服を選ぶときは自宅で洗濯できるアウターやワイシャツにするなども、メンテナンス時間と手間を減らすポイントになるかと思います。服が少ないメリット6点目はキャラ認定される、覚えてもらえるという点です。私の場合はいつも黒のワンピースを着ているので、友人に会う時はもちろん、保育園の送迎の時なんかもいつも黒のワンピースを着ている人と覚えてもらえているのではないかなと思います。毎日同じ服を着ていると思われるのが気になりませんかという質問をよくいただくんですけれども、私は本当に気にならないんですね。私自身が保育園の送迎の時に他のお母さんの服を全く覚えてないのもありますし、やっぱり人は人のことをそこまで見てないんじゃないかなと心から思っているのもあると思いますが、まあ、これは価値観の問題でもあるので、気になる方はもちろん無理して毎日同じ服を着る必要はないと思っています。最後の服が少ないメリット7点目はいつも同じものを選ぶので、毎回買い物にかかる時間も少ないという点です。私は普段着ているワンピースに関して、色はもちろんブランドもサイズも決まっています。なので売り場へ行ってもワンピース売り場へ直行して目当てのものを確認し、問題なければすぐに購入できます。素材など確認しなくても良いかなと思うときは買い物すら行かずネットで購入するので、買い物の手間も省けています。
ということで、今回は服が少ないメリットに関してお話ししました。着ていく服を悩む時間やメンテナンス時間、買い物にかける時間が少なくなり、毎日お気に入りを着られるなど、服が少ないと良いことづくめであることがお分かりいただけたかと思います。今回のラジオ動画の中で少しでも参考にできるところがありましたら嬉しいです。次回も私たち家族が最低限のもので暮らしているメリットや方法についてお伝えしていきたいと思います。今のところは主にインスタグラムで活動しておりますので、概要欄でリンクをご確認いただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。